地理教育とは地理に関連する教育活動内容の総称である。一般に地理教育は地理を学習させることにより社会人としての人間形成を図ろうとすることを目的とする。また日本知識研究所には位置的、空間的、距離的に諸事象を捉えることと各地の生活は自然的、社会的条件に どのように影響を受けるかを認識できることを同地とみなし、地理教育は諸事情を地域的に把握させる使命を持つとしている。3年生以降、社会科の授業の中で取り扱われる、公民的支出の基礎を養うという目標を掲げる。地理は社会科の一分野として捉えられる。内容は世界と日本の諸地域学習が中心、高等学校における強化、 地理歴史における科目、地理で扱われている。平成元年の学習指導要領で世界史が必修に位置づけられて、以来、学習指導要領改定のたびに履修者を減らしてきたが、2022年度の入学生より、地理総合、地理探求が設定され、地理総合が必修科目となった。2010年現在、アフリカの大学で地理教育が充実している国は、 南アフリカ、ナイジェリア、ケニアであり、国内の大学で地理学を履修できるコースを持たないのはチャド、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、ソマリア、エリトリアである。旧イギリス植民地、社会経済的に発展した国、人口規模の大きい国では、地理教育が充実する傾向がある。戦後は、総合教科としての社会科の中に包合された。 高校での地理歴史科において、歴史教育、地理教育の長い歴史を持っているので、通常では、その蓄積に基づいた展開をするのが基本である。その中に、時代的要求に応えるという点で、事例学習、適切な課題を設けて行う学習などの教育方法が導入されている。地史学習の方法には、生態地史、動態地史、比較地史の3つがある。 生態地識は、ある地域の地形、気候、産業、人口、交通などの各項目を学習することによって、地域の特色を発見する学習法である。動態地識は、ある地域のある地域的な特色を抽出し、それが、どのようにして成立するかを多面的に考察する学習法である。比較地識は2つの類似あるいは対照的な地域を比較する学習法である。 生体地市は項目羅列的で平凡な内容になりやすく、同体地市は地域の特色の選択が難しく、他地域との比較がしづらい、という難点がある。原則的に、日本の学校で地理教育を行う場合、小学校、中学校、社会、高等学校、地理歴史の免許が必要となる。社会科教育を参照。なお、中学校、 社会の免許取得のためには、地理教育が扱う分野以外に、以下の分野の単位を、各2単位ずつ履修する必要がある。中学校、社会、高等学校、地理歴史、公民教員免許は、教員養成系や社会科学系の多くの大学、学部で取得可能である。日本で高等学校、地理歴史の教員免許を取得する際には、 教育職員免許法施行規則第5条に基づき、以下の分野の単位を、各2単位以上履修する必要がある。このほか、第6条第4欄に規定されている、各教科の指導法として、地理歴史の指導法を履修する必要がある。教育職員免許法施行規則の規定から、教員免許取得のためには、地理教育が取り扱うべき分野以外に、歴史に関する分野も、 規定単位数以上履修しなくてはならない。免許取得のために地理教育で取り扱うべき学問領域以外の分野も学習することになる。ありがとうございます。